勝での勝利により討伐軍はついに酒呑童子を確保した。太公望は連日酒呑童子と語らい研究を進めた。もはや誰の目にも明らかだった。妖者とそんな折、洛陽に妖者の首の一つが迫り、酒呑童子を伴って現れた太公望は全軍に指示を出。妖者はこの洛陽に向かっていると聞く。太公望、なぜ我らはここに。ひょっとしてすでにその通り、妖者に立って巨匠から大事に運んできたこいつが酒呑童子の精を集め打ち出す兵器だ。そうだ、ヤシオ、妖者を倒せるのか。それを確かめるのだ。なあ、無論なことだな。対妖者用の兵器、ヤシオオリを城壁付近に設置した。だが起動までにはしばしの時が必要だ。私と酒呑童子、兵器いずれが欠けても勝利はない。少々よろしく頼むぞ。兵器の守備は俺たちに任せてもらおうか。太公望が作ったという兵器、叩き壊してしまえ。太公望の奴は何か企んでいるようだが、城を落としてしまえば何もできまい。このこれ口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将打ち取ったり。人間どもを叩き潰せ。関ヶ原の武中半兵衛殿より伝令、ダッキの捕獲に成功したとのこと。ダッキを捕らえたか。ついに見えたか、希望の光が。ここに捨てやるわ。無礼者めが、わしが成敗してくれ。命のため、その妖者わしが守る。目の覚める戦ぶり、お見事。拙者が参ろう。これぞ天の助け、助け立ち頼みましょう。あの妖者こそオロチ復活の兆しよ。貴様らに撃たせはせん。みんな、あと少し耐えよ。まもなく準備は完了する。天童子を狙い。見事な武芸だ。親しき者が活躍すると俺の心も躍る。皆よく耐えた。
ヤシオオリは完成した。これを使えば幼者を打ち倒せる。さあ反撃の狼煙を上げるとしよう。さすがです。お立場にふさわしいご活躍でした。俺もオロチに惚れ抜いたよ。そのようじゃ下座するわけにはいかねえな。幼者もバカではない。自らの脅威を潰そうとしてくるだろう。ヤシオオリの基本操作は土砲と同じだ。幼者の動きを見極め、確実に弱点を見て、続けて撃ちすぎる。砲が焼けつき、しばらく操作不能になる。あの化け物が弱ってきてるのか？まったく、大したもんだ。幼女を沈めたか。みんなよくやってくれた。ほう、幼女からあのようなものが生まれた。だが恐れることはない。すでに一度打ち倒し得た存在だ。さあ人の子らよ、今再びオロチを超えよ。消えたか。やはりあれは意を貫き進むのみ。これで幼者を倒したんですかね。撃退には成功したようだ。だがオロチを吐き出した幼者は地の底を這い、巣に奴らの巣にはあんなのが8匹。全て打ち滅ぼすには兵器の数も攻め入るための兵力も。人間の数は減りすぎます。幼者が吐き出したオロチ、あやつは本当のオロチではない。あれはただ滅びをまき散らすものじゃ。あのようなものをわしは認める。どうやら俺たちがついてってたオロチはいい加減認めなきゃならない。その上で見定めるとしようか。進む。幼者の巣にヤシオオリを運び込む手はず整えてまいった。しかし何もかもが不足している。今のまま攻めて勝てるとは思えんがな。ああ、では一体どうしたら。そもそもあ
れを出現させなければいいんじゃない？ダッキか。お久しぶり、大工房さん。出現させないってどうやって？幼者出現前には戻れないんじゃ。私の過去になら戻れるわよね、かぐやちゃん。戦界の住人たるダッキ様の存在の縁は人に比べてはるかに太く強いもの。ゆえにそれをよすがに時を渡れば荒波を越えることもできましょう。ではダッキ、刑に問う。過去に戻り、いかにして出現を防ぐ？それは秘密。信用できん。だが他に手はない。